Raitai? Raitai to kaku no da ga. Chūgoku ya Taiwan de okonawareru bujutsu tournament. Kono shiai jou chūgoku go de wa sou yobu. De, Baki yo. Kimi ga sono Raitai e agaru. Shinjuu tte. Hōtte oitemo tasukaranu. これは生還するための戦いだ。でも死んじゃうって無茶だよ。戦うなんて。小杉さんの言わんとしていることはわかる。しかし中国は広く、そして中国憲法は深い。私が言っているのは精神論ではない。実質的な治療として戦いこそが必要なのだ。100年に一度の大大大祭が行われる。100年？古代ローマ時代、多くの人々の支持を得た総合格闘技パンクラチオンが滅びているのは知っているかね？ああ。パンクラチオン、多くのもっともらしい理由が歴史書には語られているが、事実はそうではない。真実はたった一つ。優勝者が地元ローマ人ではなく我々中国人となってしまったからだ。パンクラチオン VS 中国憲法の歴史は、時のカンフー第一人者李海王が武者修行中ローマ人ドリウスと戦ったことに端を発する。この戦いを機に中国憲法家たちは続々とあの道を渡ることとなる。時に未熟な修行者が体格に圧倒され苦杯を飲まされることもあったが、もともと我が国民は党、職、性などの本能に根ざすものを追求する執念は他国民の追随を許さない。研鑽に次ぐ研鑽を重ねる時を経、ついには決してローマ人が超えることのできぬ壁へと成長した。誇り高きローマ人は我々カンフーを東洋のドラゴンと呼び恐れ、あの君たちがシルクロードと呼ぶ道をドラゴンロードと呼び、